こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。輸出した食品は猛毒を持っていて、有名カルビ店で提供した食品で大量に肝炎が発生し、ナプキンから発がん性物質が検出されるほど衛生状況がとても素晴らしい状況ですが、健康食品ではないものなのに韓国の食品はナトリウム含有量が非常に多くなっているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。韓国消費者院が市販のソース類32製品、肉のタレ8製品、チゲ調味料8製品、その他ソース8製品、パスタソース8製品のナトリウム糖類含有量、衛生実態、表示の実態などを調査した結果、このうちの10個の商品は1食分あたりのナトリウム含有量が1日の栄養成分の基準値の 50% を超過していた。肉のタレのナトリウム含有量が 1370mg と最も高く、次にチゲ調味料が 1056mg と高く、1日の栄養基準値の 50% を超えていることが分かった。ナトリウムは過剰摂取した場合、心血管系等の慢性疾患の原因になる可能性がある。食品医薬品安全所はナトリウムの1日の栄養成分の基準値を 2000mg に定めている。韓国はいくつかの品目までのみに栄養成分表示を義務化しているが、ソース類の製品は栄養成分の義務表示対象から除外されている。米国と欧州連合などでは消費者に提供されるすべての包装食品に栄養成分を表示することを義務付けている。消費者院の調査対象32製品のうち、栄養成分を自発的に表示していたのは13製品で、平均ナトリウム含有量は 1305mg100g であり、成分未表示の19製品 2123mg100g の 61.5% 水準だった。また糖類の平均含有量も自発的に成分を表示している13製品 9.7g100g は未表示の19製品 16.3g100g の 59.5% 水準で低かった。栄養成分の義務表示項目を拡大すれば、健康に悪い栄養素の摂取量を減らすことができると期待される。それではネットの反応です。韓国料理の特性上、唐辛子粉をいっぱいかけて味覚を麻痺させて大量に塩と砂糖が加えられる。健康なことを考えると、そもそも韓国料理は食べてはいけない。家で作ってもそうだ。韓国料理は決して健康食ではありません。ただ食べたいものを食べて太く短く生きるわ。韓国料理を食べたらデトックス効果のように痩せたことが2度あった。米国から戻ってきた時と日本から戻ってきた時だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。